そこで比重形の正しい使い方について見ていきましょう。ここにライムシーソルトを1リッターに対して 40.9g 溶かした海水があります。この海水の塩分濃度は 3.5% になります。 3.5% をパーミルで言うと35パーミルになります。ではこの海水の比重を比重計を使って測ってみましょう。使用する比重計は信頼のおける計量法検定合格品の赤沼式海水用比重計を使用します。この比重計のここを見てください。15/4°C になっています。この比重計は左に書いてある15は水温 15°C で測る比重計を意味しています。では先ほどの35パーミルの海水を水温 15°C にしてその比重を測ってみましょう。ちょうど15度になりました。比重計を入れてみましょう。どうでしょうか。比重は 1.026 を示しています。塩分濃度35パーミルの比重は15度の水温で比重 1.026 となります。しかし実際には水温25度で測ることが多いと思います。ではこの比重計を使って25度で測った場合どうなるのでしょうか。実際に実験してみましょう。ちょうど25°C になりました。比重計を入れてみましょう。比重は先ほどの数値とは違い 1.0245 を示しています。ご覧いただいたようにどんな高性能な比重計を使っても海水の温度が変われば比重の値は変わってしまいます。水温が上がれば比重は下がり、水温が下がれば比重は上がります。海水の比重の正しい値を知るには海水の水温を比重計に記されている指定温度に合わせる必要があります。